100日でエニアグラムを理解するシーズン3。さて、クリエイター部門短かったですけども、最後を飾るのは林真理子さんです。さて、そのエニアグラムタイプはというと、ズバリ9ですね。9です。もうすごく典型的だと思いますね。まず、ギネス記録最近認定されたらしくて、エッセイをもうずっと書き続けてるっていう、1655回っていうので世界記録らしいですね。とにかくその一つのことをずっとやり続けられるっていう、その、素質としても申し分ない。これも一つの証拠ですね。で、ウィキペディアにあったんですけども、林の功績は1980年代以降において、妬み、嫉み、嫉妬を解放したことであるとも評されると。こう書かれている通りですね、そのエッセイとか読むと、なかなかの毒舌なんですよ。で、それだけ見ると5って思うかもしれないんですけども、オーラ見るとも全もう絶対タイプ9間違いないです。で、昔からメディアとか出られてて、すごく YouTube とかも違法ながら動画いっぱいありますが、もう正式なやつですね。YouTube チャンネルもごく最近始められたみたいで、マリコ書房って本を紹介してるやつなんですけども、これにいっぱい出てます。応用っていうかな、すごくどっしりしてるっていう感じで、しずちゃん的ですよね。体格も含めてね。いい言い方すると応用で、悪い言い方するとぬぼーっとした感じ。もう本当ない独特のオーラです。で、このチャンネルね、中村優子さんって元北海道文化放送のアナウンサーの方と一緒にやられてて、去年なんかすごく急に突然仲良く、お寿司屋さんで会って仲良くなって、これやることになったみたいなことを言ってるんですけど、本当に仲いいのかって感じの、まだお互いぎこちないんですよね。それも含めても面白いんで、ぜひ見てください。で、その中でですね、去年山梨県の、文学館っていうところで、丸ごと林真理子展っていう企画展があって、それの紹介してました。そこで重要な、ことをおっしゃってるんですけども、その変遷を写真で見ると、すごく昔はちょっと普通のっていうかな、コピーライターの人だったんだけど、だんだん作家の顔になってきたと。で、ルンルンを買ってお家に帰ろうって、最初のエッセイでベストレスセラーなんですけども、これと出した時は誰もこんなになるとは思わなかったんだと思うんだけども、我ながらこうなったの間違いないと思いましたっていうおっしゃってて、その通り、もう書き続けてますよね。すごいです。で、お母さんに、昔から本当にだらしなくて根性ないってずっと言われ続けてて、お父さんにそっくりってずっと言われ続けたんですけども、こうしてみるとお母親にそっくりの根性あったなと思ってびっくりしてねって。で、ガッツありますよね、9だからね。お母さんも9なんでしょうかね。で、若い人が、いろいろ、いっぱい出てくるんだけども、書いているうちに楽しくて書けちゃうんですって言って、それがないとプロの作家にはなれないんですねっておっしゃってて、エンジンがかかるまでは遅いんだけども、かかり始めたらもうずっとやり続けるっていうのはないんですよね。ないの特徴です。今回と短かったですけども、クリエイター編3人ご紹介しました。もう 100% 自信がある超典型的な3人ですね。まとめです。タイプ9の林真理子さん、超典型的なタイプ9だと思います。